この間ね、テニスコーツのさやさんが僕の家に遊びに来て、僕の家でなんか青葉一子の歌っていうのを作ってました。それはどういう歌かっていうと、そうだ、一子ちゃんに会いに行こうかな。そうだ、いちこちゃんに会いに行こうかな。そういう歌。
Thank you.
¡Gracias!
Higa
住めなくなり、2027年のこと、火星に移住することになりましたが、その先で待ち受けていた運命とはいかに。
電車の後ろに座ったり、380円のコロッケ定食を食べたりする。
ずっと忘れないよ。
揃いの冷たい石を並べただけのこの街でぼんやりとした太陽はうっすら僕を照らしてる照らしてる名もないことで有名な何にもできないこの僕は街の誰からも蔑まれ一人ぼっちで暮らしていた部屋
薄闇の中にほらひっそり隠れてメイクリアスフェネスアスマルジュフィテルサートゥラソラネスネフトゥヌスな鉄骨と精巧な歯車と星を模したオブジェと誰にも内緒だよ二人だけの秘密だよ機械仕掛けの宇宙揃いの冷たい石を並べただけの
この街でぼんやりとした太陽はうっすら僕を照らしてThank you.
Thank you.
娘がいます。今7歳生後半年ぐらい経った頃、その前まで寝返りしか打たなかったのに突然立ちました。誰も教えてない、誰も何も教えてないのにある日突然立ちました。それまで4本足だったのに、その日から娘は2本足になりました。地球が生まれて46億年経って、ある日突然2本足で歩き始めました。誰も教えてないよ、猿に。右足を前に一歩、それから左足を前に一歩、それから右足をもう一歩。誰も教えてないよ。ある日突然2本足で歩き始めた。娘は、彼女は、猿は、右足を一歩、左足を一歩。ある日彼女は2本の足で歩く方法を覚えた。歩き方を覚えた。地球が生まれて46億年、歩き方を覚えた。ある日突然歩き方を覚えた。ある日それまで四つ足だった。一つで歩き方を忘れた。
足を前に、右足を一歩、左足を忘れた。
¡Gracias!